俺の名前は小峠カブト。カブト、奴らにはこの世の地獄を見せる。もちろんでございます。奈落の底に落としましょう。本気で切れた和樹の兄貴にお供する武闘派の極道だ。かつては裏社会で跋扈した極道だが、その勢いは年々衰えつつある。すいません、暴力団の方は。な、ご飯食べるだけじゃないか。やめとけ早見、仕方ねえ。大きな理由の一つは暴対法、ひいては暴廃条例の影響だ。それに乗じて力をつけているのが半グレや海外マフィア。お客さん、うちの店はおさわりは現金だよ。落とし前どうつけるつもり？え、何もしてないです。女の子が触られたっつってんだよ。警察行くか、ジェジェ。それ。兄ちゃん、うちの島でアコギな商売は現金だ。今すぐ店を畳めば許してやる。え、ヤクザかおっさん。島なんて古いんだよ。覚えてろおっさん。奴らにしてみりゃ俺たち極道などレトロな生き物だろう。だから時代が変わっても普遍の人気ってもんがある。よえな兄ちゃん、魂がよい。ドゥエーこここここ。兄ちゃん、今すぐこの町から消えな。じゃねえとそのどす黒い腹を切る。今すぐ閉店します。それがこの島の人たちの安全を保つことにつながるんだ。だが極道が苦境に立たされる最大の理由。小峠の兄貴、今日までお世話になりました。ケツまくって本当にすいません。女のためだろ。次の人生を強く生きてくれればいい。それはヤクザの人材なんだ。特に若手の懐具合は厳しく、生活していくことが難しい。こんだけで生きていけるかよ。金出せ俺。俺は極道だぞ。って殺さないで。その果てに理性を飛ばし犯罪行為に走る者だっている。そのため若手の組抜けに寛容にならざるを得なくなった。諦めた若いやつを綺麗な体で社会に復帰させてやるのも親の務めだ。はい、時代が変わりましたね。それがおやすさんの考えだった。そして今日また一人組抜けを申し出た組員がいる。坂巻、改まって話とは何だ。おやすさん、率直に申し上げます。組を抜けさせていただきたいのです。それがこいつ、4年目の坂巻慶吾だ。訳を聞けば学生時代から恋仲だった女が妊娠したのだという。ケイちゃん、あのね、子供ができたみたいなの。何、本当か。多少の当惑はあったものの、坂巻は喜び結婚を決意した。しかし相手は厳格な家柄の令嬢だった。ふざけるな、チンピラに娘が渡せるか。うわ、やめてお父さん。辻者との結婚など許されるはずもなく、奴は門前払いとなった。それでも坂巻は2ヶ月間毎日彼女の実家に通い、愛が本物であることを訴えた。君には根負けしたよ。だが極道から足は洗うな。承知しました。娘さんと一緒になれるなら。そしてこれを条件に結婚の許可が下りたのだという。そんな話をされては誰も奴を止めることはできない。わかった、女房と生まれてくるせがれを幸せにしてやれよ。おやすさん、ありがとうございます。おやすさんも組織離脱の許可を出した。そして坂巻をここまで面倒見てきたのは他の誰でもない和樹の兄貴だ。元気だな坂巻、落ち着いたら今度飯でも行くか。はい、生まれてくるチビの顔も見てやってください。達者でな坂巻。はい、小峠の兄貴もお元気で。坂巻は兄貴が一から都政のいろはを教えた射程。坂巻、目線を散らすな、へばりつくように的を見ろ。はい。特に兄貴直伝の銃の腕は若手では群を抜いていた。名残惜しさを抱きつつ、俺たちは坂巻を見送った。和樹の兄貴、寂しくなりますね。幸せな門出だ、祝えばいい。でも4年、あっという間だったな。しかしこの1ヶ月後、とんでもない悲劇が起こる。なんと何者かによって坂巻が殺害されたのだ。人が死んでるぞ。その隣には身をもだった嫁さんの遺体も転がっていた。こと切れる寸前まで嫁さんのことをかばったのだろう。一般の方は離れてください。すさまじく撃たれている。坂巻は嫁さんに覆いかぶさるようにして死んでいたという。俺たちは坂巻家族のお通夜に出席した。坂巻、くそ。坂巻なんてこった。そこはただただ辛すぎる空間だった。和樹の兄貴も俺も泣くことしかできなかった。通常都政では極道の家族や女に手を出すことはご法度とされている。坂巻も極道だ、敵は多かったんだろう。だが奥さんは無関係だよな。おっしゃる通りです。カブト、誰がやったか知りたい。これは天王組としても見過ごせませんね。お任せください、調査いたします。坂巻に深い恨みを持つ者の仕業だろうか。いずれにしても不文律を破る無法者だ。
構成員だった時の坂巻の動きを俺は理解していた。一つだけ心当たりはある。殺なんかに先を越されるわけにはいかねえな。ある組織とあいつは一度揉めていたんだ。その組織とはカンボジアマフィアのダッカローズ。日本経済弱ってきてるし、とどめ刺すわ。奴らは1年ほど前から日本での利権を開拓してやがる。一時奴らは空流街で揉め事を起こしていた。今月からは俺たちに盛り代を払え。いや困ります。店長、俺ら何するかわからないぞ。奴らはうちの島にある店から強引に盛り代をぶんどろうとしていた。そこに現れたのが見回り中だった坂巻だった。ここは天王組傘下の店だ。消えろクソども。なんだこのアホ、殺しちまうか。この店は真面目にやってんだ、荒らすんじゃねえ。消えろ害悪どもが。坂巻は奴らに拳を打ち込んだ。マジで殺してやる。やめておけ、行くぞ。だがこの時奴らはすんなり手を引いたという。家族殺しは日本人の仕業とは思えねえ。だが確証はゼロだ。小林の兄貴。お前、坂巻死んで2日経ってる。もう犯人見つかったな。いえ、ダッカローズが怪しいと思ってるんですが、まだ確証がなくて。それを小林の兄貴に相談するとこう言った。何ぬるいこと言ってんだこら。そのダッカなんとかだろ、そんなもん。が、怖え。そこの構成員捕まえて吐かせりゃいいんだよ。間違ったらごめんね、殺してって言えばいいんだ。はい。そもそも誰に断って日本にいるんだクソ野郎。さすが小林の兄貴らしい強烈な論理だ。というわけでありがたいことに小林の兄貴が一緒に町に出てくれた。どうもガリベンです。君らカンボジアの悪い人？泣く子も黙るダッカローズだよ。どこがガリベンじゃ。早く勉強したいから一旦すげえ殴るわ。知ってることを一気に喋れ、息継ぎはなしだ。容赦なくボコボコにして聞くと、奴らは必死に喋り出した。やはり坂巻は襲撃されていた。しかも嫁を連れている時に。なんじゃお前ら。俺たちを舐めたらどうなるか教えてやる。カンボジアマフィア舐めんなよ。待て、妻もいる。それに俺はもうアモー組の人間じゃ。うわっ、なんかわめえてるぞ。うるせえ、俺ら舐めたら死ぬんだ。坂巻の言葉に一切の耳を貸さず、そいつらは引き金を引いた。そして銃口が奥さんにも向けられる。お願いやめて、お腹には子供もいるの。バカと結婚する女もバカだ。マナミ、お前と子供は死なせない。あなた、俺たちのルールは家族も皆殺しなんだよ。あの世で俺たちに逆らったことを後悔しろ。奴らに人間の血など流れていなかった。そして躊躇なく3人の命を奪ったという。話を聞き終え湧き上がってくるのは吐き気を催すほどの憎悪。お前、話の途中で息継ぎしたよな。そりゃダメだ、生きる資格ないわ。え、そんな話長いんで。ええ、息継ぎすなわち死ですね。クソどもがどうせ全滅だ。遅いか早いかだよ。今回の報復は和樹の兄貴と俺がメインとなった。カブト、主犯の下道二人は俺が必ず廃工場に連れて帰る。そこから先はお前が徹底的に苦しめて殺せ。了解いたしました。たっぷり時間をかけて薄くしてやろうと思います。回避不可能とまで言われる暗殺者の本領が見れる。小林の兄貴は奴らの下っ端を片っ端からズタボロにしていた。幹部の行きつけと自宅を言えば生かしてやる。行きつけは村雨町の場でしょ。自宅は知りませんが。自宅知っとけよ、バイバイ。そしてことごとく情報を吸い上げたんだ。そして幹部の行きつけのバーが割れた。日本の女は軽くて助かるわ。野郎はアホ面でぞめく。あいつだ、見つけた。その店に死神がいるとも知らずにな。カズキの兄貴の女装の腕にはさらに磨きがかかっていた。マティーニください。最初のターゲットは実行犯ホール。兄貴は時間をかけその店に連日通う。マスターは社交ダンスが趣味なんですね。カド、一緒に踊ってくれたら死ねます。あの女いつもいるな。マスターデレデレじゃねえか。かけた時間だけ油断を生むもんだからだ。マスター、俺も入れてよ。美人さん一人締めはダメだ。あら、口がお上手ね。よかったらこの後もう一軒どう？こうなれば和樹の兄貴の勝ちパターン。店を出て路地裏に入ったところで兄貴は仮面を脱ぐ。
膝がキモいんだよ。お前は一生歩くな。そしてサイレンサー付きの銃で奴の膝を裏から撃ち抜いた。俺が即座にホルンを地下室へと連れ込む。俺が笑ってるうちに答えろ。てめえらのボスはどこに行けば会える？削らないで。でっかい声で言えよ。ナイトクラブキャロットです。夜に女を捕まえに行ってます。クソうるせえ。理不尽。こいつらに仲間意識はねえ。ボスの情報をあっさり吐きやがった。そしてカズキの兄貴が九段の店に潜入する。酒おごってやるからどうだ。俺と一緒におごってくれるの？あの男が薄汚ねえ顔してやがる。無論兄貴のレベルは周囲より3つくらい上だ。見つけたやつはすぐに食いつく。君綺麗だね。シャンパン飲もうよ。金はあるからさ。いえごめんなさい、待ち合わせしてるんで。何の金だゲス。兄貴はあえて初日の誘いを交わした上で連日通う。人ってのは何度も見た人間は自然と信頼してしまうもんだ。また会えたね。今日こそ一緒に飲んでよ。今日は偶然空いてるんだ。外に行こう。え、やった。下半身が熱くなっちまうよ。アホが、死神ナンパしてどうすんだよ。その後兄貴が奴をある店に連れてくる。ねえ、太くて硬いの食べる？なんだよそれ、直球だな。ルッキー、この女好きものだな。ここはアモー組の息がかかった店。今日は店員も客も全員組員だ。ドアホが。さあ夢から覚めようか。お客さん、アモー組の島でのんきなもんですな。だ、え、これは一体。口くせんだよ。黙れ。ほら、太くて硬いやつだよ。これが極限のハニートラップ。まさに天国から地獄だ。それから坂巻殺しの二人は地獄を見た。俺は人間と鰹節の区別が3年前からつかんのじゃ。鰹じゃない、クロスパンだ。圧力鍋で200度に熱したドンペリを通そう。熱っ、人手間かかってる。削られた肉体に灼熱ドンペリは発狂レベルだろうな。この二拷問を繰り返すこと2時間。まずホルンは絶命した。俺が悪かった、許してくれ。坂巻のみならず妻とお腹の子供も殺したんだ。最後は太くて硬いやつで死ね。最後は和樹の兄貴の放つ弾丸によってボスも地獄へ行った。一方その頃奴らのアジトでは小林の兄貴が激しく暴れていた。国際友好のグレングレン、日本と書いて地獄と読みます。くわー、むちゃくちゃ、むちゃくちゃな。マジで一瞬で殲滅しちまったそうだ。こうして俺たちは無事坂巻の敵討ちを遂げた。坂巻、お前の無念は和樹の兄貴が晴らしてくれたぞ。家族3人達者で暮らせよ。しかし今回の和樹の兄貴はエグかった。誘惑こそ死と隣り合わせ。それが俺たちの生きる世界だ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。